おここくせという叫びだ。火の神様に熊が取れたことを知らせる意味もある。カムイと呼ばれるのは人間ができないこと、役立つものや災厄をもたらすものだ。火は私たちの生活に欠かせない。刃物は手で切れないものをきれいに切ってくれるからカムイが宿ってる。木も山に座ってるカムイ。天候や疫病などは人間の力が及ばないからカムイだ。でも決して人間よりもものすごく偉い存在ではなくて、私たちと対等と考えてる。狩猟というのは人間が取るんじゃなくてカムイの方から弓矢に当たりに来ると考えられてきた。人間に招待されて肉や木皮を与える代わりに、カムイは人間しか作れない酒やタバコなどが欲しい。私たちはカムイを丁重に送り返し、人間の世界はいいところだと他のカムイにも伝えてもらわなきゃならない。ひどい扱いをすればそのカムイは降りてこなくなる。この後ヒグマの頭は家の外の稲穂がたくさんある祭壇に移動する。木の削りかけである稲穂も人間からカムイへの贈り物だ。カムイは稲穂をたくさん持っていると神の国で地位が高まる。もらった稲穂は金や銀の稲穂に変化して財宝になると言われている。あっちの世界でも金には価値があって、たくさん持ってりゃ幸せになれるってわけか。